皆さんこんにちは。というわけでですね、スターウォーズフォースの覚醒をですね、まあ前回の動画でですね、まあ見てきた、まあその感想等をですね、いろいろ述べたんですけれども、今回はですね、まあ代官山にあります、まあツタヤ、まあ皆さんもご存知だと思います、そのツタヤでですね、こちらを購入いたしました。スターウォーズフォースの覚醒のですね、サウンドトラック CD です。こちらのですね、サウンドトラック CD は映画公開とですね、同じ日である、10月18日に、先行して映画公開よりもですね、ちょっと前ぐらいに発売されたオリジナルのサウンドトラック CD でございます。こちらにはですね、映画で、入っていた BGM 等を含める、様々な曲がですね、23曲、収録がされております。でですね、まあ、今回紹介したいのはもちろんこれもね、ズバリズバリいろいろと紹介していきたいところなんですけれども、今回のメインはこれじゃないんですね。今回のメインはこちらですね。でかい袋です。こちらも同じくツタヤでですね、購入をいたしました。こちらシェフィロで発売されておりますスターウォーズ BB-8 のスマートフォンで動くラジコンを今回購入いたしました。ではですね、こちらの、袋をですね、早速取り出したいと思います。このね、ラジコンを買うときが、確かね、前回の、まあ、最初のスターウォーズフォースの覚醒を紹介している動画で、僕確かこれ買いたいなと思ってたんですけどもね、やっぱり有言実行ですね。はい。とうとうね、こちら買うことができました。はい。こちらですね。正面はこういう感じになっています。こちらはですね、シェフィロという、まあ、ラジコンで結構有名な会社がですね、作ったもので、著作権等の管理はディズニーが行っております。箱全体はこういう感じです。英語表記が結構されておりまして、すぐにはですね、まあ、なんて書いてあるかわからないという状態でございます。こちらですね、もうすでに11月ぐらいにはもうあって、もうだいぶ人気の商品でございまして、今回ですね、こちらを購入いたしました。ではですね、まあ、開けていきたいと思いますと言いたいところなんですけども、ここで開けてしまうと結構ね、まあ、重いしね、ちょっとめんどくさいので、テーブルの上でね、開封をしていきたいと思います。はい、それではですね、開けていきたいと思います。お、来た。開きそうです。いきます。まだ。はい。おっと、まだ。相手はいなさそうですね。はい。はい。ですね。1個目の蓋を開けるとこういう感じです。いかにもロボットが入っていそうな、そういう箱のデザインになっています。それでですね、このペロペロをね、取りたいと思います。お、意外と軽い。わー、まだですね。はい。これが多分最後でしょう。いきます。お、来ました。こちらの裏にはなんか説明書きがされておりますね。来ました。思ったよりもちっちゃい。とりあえずですね、まあ、全体的にいろいろ取り出していきたいと思います。はい。箱の中身はこんな感じになっております。こちらが USB ケーブルですね。そしてこれが多分充電台。そして、BB-8 の頭頭部と、こちらが、まあ、本体。まあ、回るところですね。くるくると。はい。そして、まあ、先ほどちょっと出しましたけど、これが多分、まあ、操作方法ですね。簡単な。こちらにも、ちょっと細かいガイドがありますね。なんかいろんな言語がありますけれども、きちんと日本語の表記もされています。というわけでですね、こちら、いろいろとまあ、つなげていきたいと思います。まずこれ、仕組みがどうなってんのか全くわからなくて、くっついた、くっついた。なんか、もうすげえ磁石になってる。おーおー、すごい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 。なんか、これ頭倒れそうですけど、倒れないですね。落ちそうですけどね。うん。というわけでですね、まあ、早速、ガイドを見る限りでは、まず充電が必要なので、充電をしていきたいと思います。こちらですね、こちらの USB ケーブルを使って、充電をしていく感じですね。こちらの USB と接続します。こちらマイクロ USB ですかね。はい。つながりました。そして、こちらの BB-8 本体を、こう、すごい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 。なんか光った。うわ、何これ。ち
ちょ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 。うわ、すげえ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 。光った。なんかすげえ、めっちゃ光ってます、青く。なんか音鳴った、ピッピッって。うわ、うわ、すげえすげえ。なんか勝手に頭が動いてる。まあ、というわけでですね、ちょっといろいろと頭がこの子動いちゃってますけど、その間にですね、もう一つの作業をしなければいけません。これをですね、この BB8 ちゃんを動かすためにはスマートフォンがコントローラーとなります。そしてですね、そのスマートフォンからこちらのスマートフォンから BB8 をですね、操作するためのアプリケーションをダウンロードする必要がございます。こちらのアプリですね、こちらのアプリを iPhone や Android でダウンロードすることができます。ではダウンロードしましょう。はい、ダウンロードが完了しましたので、早速ですね、こちらのスターウォーズの BB-8 のアプリ起動していきたいと思います。はい、おっと、あ、 Bluetooth をオンにしましょう。わかりました。お、来ました、 BB-8 ちゃん。すごい、これで多分こちらの BB-8 と接続されるんですかね。ん？あ、そろそろ接続が完了します。お、お、なんかグイってきた。じゃあそろそろこの子を取り出しちゃってもいいのかな。 ただちょっといきなり取り出すのあれなんで、ちょっとどうしよう。もう一回なんか場所を変えますね。はいはい、というわけでですね、ちょっと床に移しました、この子。もうね、こうやってる時点でも結構動いちゃってますけど、まあ、まずはね、このドライブというのが一番上にありましたので、このドライブをやってみたいと思います。うお、なんかハイパードライブしましたね。なんだろう。まあ、床に置いてくださいと。はい。で、うわわわわ、なんだなんだなんだ。めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてる。ちょっと、もうちょっと君、こっちの方行ってね。いや、そうそうそう。はい、次。まあ、なんかよくわかんねえ。うわ、なんだ？うわ、すげえ。なんかこうやって回したら動くんだけど、すげえ、頭と胴体が違う風に動く。 Move the joystick to drive BB-8 try it。 わかった。うわわわわわわわ、ちょっとそっちの方行っちゃダメ、そっちの方行っちゃ、ちょ、待ってね、そっち、ああ、ちょ、そっち行っちゃダメ、そっち行っちゃダメ、ダメ。ね、こうかな。うわわわわわ、あ、そういうことか。ちょっと操作分かってきた。こういうことか。おっと、うわー、こっち来ちゃった。まあ、待ってね。ちょっと操作分かってきた。なんかもう頭と胴体が本当に同じ風に操作されちゃうから。あれ？はい。もう、ちょっとめんどくさいんで操作変えちゃいます。メッセージ。なんだろうこれ。ホノグラムメッセージを録画して。これはちょっとわからない。じゃあ次は、パトロール。やってみます。何これ、わわわわわ、なんか勝手に動いた。うわ、ちょっとこっち来ちゃった。もう一回ちょっとドライブやってみよう。ちょっとドライブのところからまずは。うわわわわわ、ちょ待て、わわわ、ちょ、まあとりあえずはこんな感じですかね。はい、まあね、一つ分かることはだいぶですね、この子はやんちゃですね。はい、あれ、なんかもうすごい相当激しく動きますし、なんかピピコ言ってますし、多分これは携帯から なってるんでしょうけれども、いやーね、むずい操作が、なかなか。やっぱ高度な、ちょっと壁乗り越えらんないのか。わわわわわ。いや、本当にね、これ、球体でしょ、ロボットの形が。なので、ね、本当にね、その、どう操作すればいいのかわかんない。まっすぐって言っても、なかなかまっすぐ進まないんですよ、球体だから。うん、まあね、まあでもこれね、操作性になれればだいぶ便利に使えるんじゃないかなと思います。はい、まあね、こうやってるうちにもだいぶね、操作にちょっとずつでありますけど慣れてきてるような感じがしますし、まあ詳しくはね、きちんと説明書を、まあ、見て、でね、あと練習もしてだいぶ解決したいと思います。これね、スターウォーズファンじゃなくてもね、結構面白く遊べるんじゃないかなって思いました。というわけでですね、今回はこちらのですね、シェフィロの BB-8 のラジコンを紹介いたしました。ついでにですね、まあ、
こちらもですね、紹介しましたね。はい、このスターウォーズのダブルセットをね、紹介いたしました。というわけで皆さん、さよなら。